首都圏鉄道事業者主力車両の顔ぶれ。各鉄道事業者の主力車両を独断と偏見で選び、製造初年の古い順に並べました。一体どの年代にどのような車両が生まれたのでしょうか。まずは80年代です。90年代です。2000年代です。2010年代です。